湿気で髪の毛が広がりすぎちゃった。そんな時の対処方法を教えます。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は湿気の時期にもう髪の毛が広がりすぎちゃった方の対処方法をご紹介します。かなりね、やっぱりこう湿気でもう髪の毛が膨張してもう結ぶしかないっていう方もいらっしゃるかなと思います。今回はね、もう結ぶのではなくて、まあこのね、もうスタイリングをちょっと活かしたヘアスタイルをね、今から作っていきたいなと思いますので、ちょっとね、まあ梅雨の時期、いつもとね、雰囲気を変えたい方だったりとかはおすすめな方法なので、ぜひね、覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということで始めていきます。まずやっていくのが、広がった時にこのサイドの部分っていうのが結構ボリュームが出たりするので、そうなるとね、頭が大きく見えたりとか、ちょっとお顔がね大きく見えたりもします。なので対策としてはここのボリュームを抑えるような感覚です。でやっていく方法で言うと、まずね、まあ前髪こうある方は前髪の部分はね、こう分けて下ろしておいて、このサイドの部分を対処していきます。サイドの部分のだいたいこの耳、顔周りの部分から、まあちょっとこのね、割れ目が気になる方はここはちょっとね、調節しながら取ってあげて、このね、耳の上部分のサイドの髪の毛、これをちょっとまとめていきます。反対側も同様に分け取って、これぐらいで取っていくんですけど、後ろの髪の毛、まあサイド以外のね、この髪の毛ですね、この部分っていうのは一度ダカルかないかでね、簡単に仮止めで止めておきます。で、さっき分け取ったサイドの髪の毛を後ろに持ってくるんですけども、この時にね、しっかりと手ぐしで押さえながら髪の毛をね、ちょっと整えながら後ろに持ってくるようにしてください。だいたいね、サイドがこういう風な状態になってるって感じです。反対側もで、この状態で襟足の部分に持ってきて、ゴムで結んでいきます。こんな感じで後ろのね、部分を外して、全体的にちょっとね、手ぐしで整えていく。そうすると前に持ってきた時に、ちょっと先ほどのボリュームがなくなったの分かりますか？かなりここの部分が広がってたと思うんですけど、ここがね、やっぱりタイトになって、で、後ろの髪の毛も少しね、こう出てきてる感じなんですけど、やっぱここの髪の毛が収まることによって、前から見た時のシルエットが結構綺麗に見えます。で、後ろの部分はね、少し広がってたりとかしても、前からね、こう後ろに向かって広がっていくには、結構ね、立体感が出て、自然な感じになります。なので、まあバランス的にはこういう風なヘアスタイル、まあヘアアレンジみたいな感じなんですけど、梅雨の時期とかでもね、湿気でもね、こう広がった髪の毛も少し抑えれて、おしゃれにも見えるかなと思います。こんな感じです。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきましたね。もうサイドのボリュームが収まるだけで結構シルエット綺麗に見えませんか？やり方も結構シンプルなので、まあ覚えておくと本当にね、これからの季節使えるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。